お前たちの勝ちだ。見事な戦いぶりだった。ルーディ、フィリア、ウトローさん、どうやらみんな試練を乗り越えたみたいね。もはや何も憂えることはない。ヌシらこそ真のパートナー、真のソーディアンチームじゃ。世界を頼む。未来をあなたたちの手で切り開いてちょうだい。さらばだ我が分身、そして千年後の我が友よ。ありがとうディムロス、あとは任せてくれ。お前に託された使命は必ず全うしてみせる。ウッドロー様、大丈夫ですか？私がわかるか、ルーティ。フィリアさん、しっかり。どうやら試練を無事に乗り越えたみたいだな。わかりますか？ああ、顔つきが見違えたぜ。本当の意味で吹っ切れたって感じだ。皆さん、ご心配をおかけしました。無事に目的を果たせましたわ。私たちは私たちだけで戦っていたわけではないのだな。私たちの帰りを願う仲間の思いが試練に臨む私たちに力をくれたのだ。私のお祈りが届いたんですね。嬉しいです。そうか、俺たち最終試練に打ち勝ったんだな。その通りだ。よくやったな。よし、このまま一気に行くぞ。今度こそ絶対ミフトラに勝ってやる。その息だスタン。今の俺たちなら何だってできそうな気がするな。そう、例えば神の目を壊すことだって。いや、それとこれとは話が別だ。なんだよ、ノリが悪いな。お前が調子に乗りすぎなのだ。まったく油断するとすぐこれだ。お前こそやっぱり口うるさいのな。考えてみれば私たちって妙な集団よね。なんだかんだで12名の王女隊だし、しかもいるのは変なのばっかり。あ？誰が変だって？まあ中でも誰が一番なのかは分かりきってるんだけどね。さて、盛り上がってきたところで次の目的地行くかい？そうだな。確かタルバレイスにあるジャンクランドでしたね。次は飛行流の修復をするためのベルセリウムを取りに行くのだったな。はい、ジャンクランドへ行きましょう。ジャンクランドってカルバレイスにあるって言ってたっけ？ええ、首都カルビオーラから見て西の方角ですわ。故郷を旅立ち空を目指した、風に吹かれてくじけても。ジョニーさんの新しい曲ですわ。折れずに立ち上がり空に手を伸ばす。今度は何の歌かしらね。俺はとんがりとんがり頭だ。イエーイ。誰のことを歌っているのか分かりましたね。ジョニーナンバー30、俺はとんがりだ。ん？まったく、あんたはどうしてそうなのよ。そんなこと言われても。本当に寝起きが悪いんだから、起こす私たちの身にもなりなさいよね。すいません。あの二人ってとても仲がいいですよね。チェルシーは大人だな。人の感情の機微をよく分かってる。私も早くウッドロー様と感情のぶつけ合いをしたいです。目標があるのはいいことだ。応援してやるぜ。今なら神の目が壊せるかもしれない。スタンの言ったことは正しいかもしれんの。それだけの力が私たち皆に備わったということですね。だが本当にそれをするとなると。今はミクトランの打倒に全力を尽くそう。神の目のことを考えるのはその後じゃ。ウッドロー様、何かお手伝いすることはありませんか？大丈夫だ、今のところ手は足りているよ。
何かありましたらすぐに私に言いつけてくださいね。ありがとう、助かるよ。はい、ウッドロー様のお役に立つのが私の幸せですから。チェルシーさん頑張ってますね。けなげな娘じゃの。新しい薬品を試してみましょう。フィリアさんの実験道具はどこから出てくるんでしょう。俺もそれは不思議に思ってた。戦闘中も瓶を投げたりしてるしな。あ、わかりました。きっと服の中ですよ。実はものすごい重さの荷物を背負っているとか。女性は人目につかないところで凄まじい努力をしているものだからな。この場合当てはまるかどうかはわからんが。ジャンクランドがあるのはカルバレイスの西です。ベルセリウムが見つかることを祈りましょう。